回のマインクラフトは、様々なモブを AI によりリアルにしていくマインクラフト、あれやらこれやらボリュームのある動画になっておりますので、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは本編へどうぞ。皆さんこんにちは、こんばんは、クロセです。ということで今回はこのね、マインクラフトという世界ではまあ、たくさんのね、生き物、まあ、そしてね、モブたちがね、存在してると思うんだけど、その登場するモブ、リアルに現れたらどんな感じなんだろう。はい、ということで今回の企画、マインクラフトに登場するモブ AI で描いたらどうなっちゃうの。はい、ということで今回はですね、どん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 ね、この世界にいるあらゆるね、モブ生物をね、 AI 機能を使ってリアルにね、していきたいと思います。ではね、早速やっていきたいんだけど、まあ、どんな感じで AI にね、指示をして絵を描かせるかと言いますと、はい、まずチャット欄を開いて、ここにまあ、例えば四角い、スライムと打ち込みますと、で四角いスライムだと情報が足りないから、まあ、点を打ってマインクラフトと、でそしてまあリアル、はい、みたいな感じで打ち込んでエンターを押すことによって、はい、今ね画面に出てると思うんだけど、こんな感じでリアルなねスライムを AI が作成してくれるとね、いった感じになっております。リアルすぎんか、マジで。なんかもう画面から出てきてもおかしくないぐらいリアルだよね。はい、といった形でね、今回は AI にねイラストをね作ってもらいつつ、マインクラフトのねモブと比較していきたいと思います。それでは早速本編ゴー。よっしゃ、まず最初は、ゾンビ。まあなんか、マインクラフトといえばさ、なんかゾンビみたいなとこあるよね。まあまずはね、通常の、マインクラフトのね、世界のゾンビを見ていこう。よいしょ。あ、ごめん。現状ね、今ね、見てこれ、火が出てるので、ここにね、ゾンビちゃんを出すと、ちょっと燃えちゃうので、まあ簡易的なね、ちょっとスタジアムというか、ステージをね、作っていきたいと思います。はい、ということで、ステージがね、早速完成したので、早速ね、ゾンビちゃんをね、解き放っていきたいと思います。ポン。はい、こんな感じでね、まあ皆さんね、親の顔より見た、こちら、マインクラフトのね、メインキャラクター、ゾンビちゃんなんですけれども、まずね、こちらのゾンビちゃんを AI でリアルにしていきたいと思います。いやー、どうなるんだろうか。さあ、早速やっていきましょう。まずチャット欄を開いて、まあ、ゾンビのね、特徴としては、まあ、緑色の肌、そしてね、このね、水色の T シャツに、このね、青色のズボンだよね。ということでね、チャームポイントをね、書いていこうか。まずは、ゾンビ。まあ、これはマストでしょ、もう。そして、水色の、T、ちょっと待ってね。T シャツ。青色のズボンと。そしてね、最後は、緑色の、肌ね。オッケー。こんな感じで AI 側に指示してあげたいと思います。それではね、エンターキーを押したら出てくるから、果たして、どれくらいリアルに仕上がるのか、見ていこうか。いくぞ。ポン！待て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 。怖い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 。突然のバイオハザード。いや、確かにリアルだけど、怖すぎる。これ子供たち泣いちゃう絶対。お母さんがモヤンに訴えるレベルこれ。なるほどね。こんな感じのテイストもあるんだ。かなりホラーテイストだったけど。はーい。てな感じでね、引き続き見ていこうと思うんだけど、ちょっとね、苦手な方はね、ここら辺でブラウザバックしといた方がいいかも。ちょっとさすがに今のは怖いわ。閲覧注意。はい、次はね、こちら、ポン！スケルトンことスケさんということでね、スケさんをね、AI でリアルにしていこうと思います。まあ、スケルトンに関してはちょっと予想できちゃうけどね。うん、だってさ、骸骨だもん。よっしゃ、早速見てっか。どうなるかな？まずまあ、普通に、骸骨。で、骸骨じゃダメだな。スケルトンと、スケルトン。そしてね、なんといってもスケルトンといえば弓だよね。弓持ってる。ってことは弓持ってる骸骨、これでいいんじゃないかな。もうこれくらいだよね。だってスケルトンの情報量ということでね、早速ね、スケルトンリアルにしていこうか。弓を持ってる骸骨で AI にね指示をして写真をね作っていきたいと思います。それでは弓を持ってる骸骨ドン！
これはひどいな。いや、ひどいというか、予想できてたよね。うわ、けど、まあ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 、めちゃめちゃリアル。で、ちゃんと弓も持ってるけど、どうなってるこれ、弓なはずなんだけど、なんかパチンコみたいな持ち方してないこれ。これ、現実の写真から引用してきてるのかなこれ。めちゃめちゃリアル。はい、ということで、お次はね、クリーパーちゃんやっていきたいと思うんだけど、ちょっとね、動きすぎてたので、ちょっとね、束縛させてもらった。メンヘラ彼女ぐらい束縛しちゃってる。ちょっとさ、今回はちょっと顔だけね、トリミングして、リアルにね、していこうかなと思います。さあ、どんな感じになるんだろうか、ちょっと楽しみなんだけど、やっていこう。これさ、今回難しいのが、今までさ、ゾンビとかスケルトンって、もう海外で流通してる言葉なわけ。なんだけど、今回のクリーパーに関しては、マインクラフトのオリジナルネームだから、まあ、とりあえず、緑のモンスター、みたいな感じで、まず第一ワード、しとこうか。そして、ちょっとね、顔だけにしたいんだけど、これクリーパーの顔ってさ、ちょっと表現しづらくない？ちょっと。なんかちょっとブルドックっぽさあるよね。なんかブルドックと骸骨の中間みたいな顔だよね。まあなんかそのまんま打ってみるか。ブルドックと骸骨の中間の顔。大丈夫かなこれで。これでちゃんと AI 作ってくれんのかな。ちょっと心配ではある。そしたらあとはちょっとブロック状にしてほしい感があるから、マインクラ、クラフト。よし、これでいこうか。この3キーワードでどんな AI の画像ができるのか、早速ね、やっていきたいと思います。それではね、リアルクリーパー、ドン！待って。めっちゃうまくできてない？めっちゃうまくないこれ。なんかめちゃめちゃちゃんとリアルになってて、なおかつ、なんかちょっとブルドッグ感はないんだけど、まあ、骸骨みたいな顔になってて、さらになんかちょっとマインクラフト要素というか、口の部分がなんかちゃんとブロックしてるね、これ。まあでもちょっと怖めではある。まあなんかちょっとゾンビの時のような、香りはする。うん、ちょっと怖いかな。はい、ということでね、ついに来た。これみんな結構好きなんじゃないの？エンダーマンさん。ただね、ちょっと、今回これちょっと怖いかもしれない。っていうのも、確かね、マインクラフトのエンダーマンの元となったモチーフが、海外のね、スレンダーマンっていう、ちょっと怖いね、都市伝説をね、モチーフにしたキャラクターだった気がするから、ちょっと検索次第では、またね、ホラーテイストになっちゃう可能性がある。が、早速ね、やっていきたいと思います。さあ、どうなるかな？マインクラフト、ちょっと有名だから、全然、エンダーマンとか、クリーパーとか、オリジナルの名前でも、全然ヒットする可能性があるので、今回はね、そのまま、エンダーマンと、打ち込んでいく。まあ、エンダーマンといえば、このね、紫色のモヤモヤ、なんか宙に浮いてるパーティクルがあるから、紫、パーティクル。よっしゃ、じゃあこのね、2個のキーワードで、エンダーマンをね、リアルにしていきたいと思います。あ、ポチッとな。待って！めちゃめちゃかっこいいんだけど！いや、てかさ、リアルすぎ。これ見て、この手のあたりとか。かっこよすぎるだろ、さすがにこれは。いや、エンダーマンがリアルにいたらこんな感じなのかな？だとしたらめっちゃかっこいい。ていうかさ、エンダーマンってさ、キーワード調べたけど、全然エンダーマンちゃんと出てくるね、これ。マインクラフト偉大すぎる。はい、お次はね、目の保養も兼ねて、こちら、ウーパーちゃんをね、リアルにしていこうかなと思います。ちょっとホラーめなイラストが続いたから、このね、ウーパールーパーちゃんで目をね、癒していこうか。リアル、ウーパールーパー。はい、こんな感じでね、今回はこのキーワードでやっていきたいと思います。さあ、リアルウーパールーパー召喚していこうか。ドン！マジのこれ実写の写真じゃないのこれ大丈夫これ。いや、なんかちょっと見る人によっては可愛いけど、見る人によってはちょっと気持ち悪いかもしれない。いや、にしてもリアルだね。目の保養にはなったはず。はい、ということでね、最後アイアンゴーレム早速やっていきたいと思うんだけど、こちら見てください。アイアンゴーレム。もうこれだけで情報量足りてるでしょう。なのでね、このキーワードオンリーで、最後はね、AI に託したいと思います。よし、それではね、リアルアイアンゴーレム見ていきたいと思います。
せーの、ドン！ちょっと待って。ちょっと待って。めちゃめちゃアイアンマン。